はい、アラン系です。今生きるを見てきました。私は今回は加賀さんの見させてもらったんですけれども、もちろん初演は市村さんのバージョンも加賀さんのバージョンも見せてもらって、その時ももちろん感動したんですけれど、今回また例えば加賀さんも本当より渡辺さんになっていた感じもしたし、今のこのコロナのこの中でやっぱりいろんなことを考えて今生きている状況で、生きるってことは何だろうかっていうことをもう一度考えさせられたというか、本当に生かされてるだけで素晴らしいんだなっていうことをなんか改めて感じて、本当に感動もしたし、なんだろう、いろんなことをまた感じさせてもらったなと思います。私は今Bエリオットの公演中で、これから大阪に行くんですけれども、またビリーとは真逆の世界で、ビリーはもう少年たちが夢を求めて夢のために生きていく、それを応援していく大人の話だったりするんですが、これは死にゆく人、余命宣告をされてこのあとどうやって生きていこうかっていうゴールが見えている人の話で、どっちかっていうとそうだね、ビリーは希望へ、生きるはもしかして絶望への話なのかもしれない。でもその中でもやっぱりすごくメッセージがあるというか、死にゆく人たちが残すものっていうのはやっぱりこれから生きていく人間にはとても大きなメッセージだと思うし、生かされていることの素晴らしさをとても本当に感じた生きるでした。もう一回見たい、今度はもう市村さんバージョンで見たいなと思います。ぜひ今だからこそ見てもらいたいミュージカルだなと思うので、ぜひぜひ皆さん劇場に、日生劇場に来てください。見てください。